朝日新聞の久保と申します。よろしくお願いします。したいんですけども、官房機密費のことでお伺いしたいんですけども、まあ、報道、一部報道の中で、いわゆる過去の、まあ、官房長官経験者が、まあ、いわゆる官房機密費を、まあ、選挙に使ったことがあるという趣旨の、まあ、証言が出ています。改めてこの、まあ、今回の政治改革に官房機密費入ってませんけども、この官房機密費の、まあ、公開も含めて、まあ、見直しの必要性、どうお考えでしょうか。まあ、今の官房機密費というのは、もう金庫にお金が入っていて、官房長官がそれを使い放題というふうに私は理解しているんですね。それはやっぱりいかにもおかしいというふうに思います。何らかの記録は残すべきだし、一定期間経てばそれを公表するというのが普通じゃないかと思います。で、まあ、それでも一定の節度を持ってやっておられたらいいんだけど、聞くところによると選挙に出ると。税金をそういう形で、政策のために使うということで確保されている、機密費の予算を自らの選挙のために使っているということになれば、これは政権とは底が抜けたというか、もう論外の話ということになります。ですから、まあ、鈴木さんも絶対使ってないと言われました。何の根拠もないですよね。そういうふうに表現するところが不自然だし、官房長官の記者会見を見ていてもはっきり言いませんよね。機密費の中身言わないことになって。でもそういう政党の私的なことに選挙などには使ってないということは少なくとも断言すべきだと。それを断言できないということはやってるということだと言われても仕方がないと思います。